フィリップ・バーン・ジョーンズ第2代、順番シャクサーフィリップ・バーン・ジョーンズは、イギリスの画家、ラファエルゼンパの画家エドワード・バーン・ジョーンズと、ジョージアナ・マクドナルドとの間の長男。オックスフォード大学教授で詩人の、ジョン・ウィリアム・マッケールは、妹、マーガレット・バーン・ジョーンズの夫である。肖像画、風景画、ポエティック・ファンタジーなど、生涯に60点以上の絵を描いた。 フィリップ・バーン・ジョーンズは、ロンドンで生まれた。ウィルトシャーのパプリックスクール、マールボロ・カレッジで学んだ後、オックスフォード大学に入学。しかし2年間通ったところで、中途退学した。気落ちする両親をなだめて、ロンドンで絵画の授業を受けることを認めてもらった。フィリップは真剣に絵画に取り組んだ。彼の技術レベルは高く、ロンドンやパリの名のある画廊で、次々と個展を開いた。 ロイヤルアカデミーでは1898年から1918年の間に11回も彼の作品を展示した。1900年にはパリサロンが作品を展示するが、そこでは父エドワードが描いたフィリップの肖像画も合わせて展示された。フィリップ自身も当時の著名人たちの肖像画を多数描いている。有名な父親を持ったことで苦労もした。運命ではあるが、 フィリップの作品はよく父の作品と比べられた。1894年に父エドワードが授かった順断社位は1898年の父の死により息子フィリップに引き継がれた。フィリップが熱心にそれを望んだのでエドワードが認めたのだと言われている。1902年、フィリップはアメリカを訪問した。アメリカの社交界でフィリップは人気者だった。 生涯のほとんどをロンドンで過ごし1926年にそこで亡くなった。ありがとうございます。